3日目の結婚式の二次会を全部料理出したわけですね。それは、まあ、夢っていうか目標というか、挫折しても立ち上がることですかね。仕事以外にも挫折は何回もありますけども、まあ、立ち上がるしかないですよね。進むしかないですよねと思います。どんな道であるか、どんな形であるか、家族のためっていうのが大きいですよね。フォーバルミート店長古川学37歳、上野駅から徒歩2分イタリアン肉バルフォーバルミート。上野で有名なサウナ北欧の会社が営む飲食店。店内の雰囲気は古川さんが大事にしている店は明るく元気にを具現化した陽気な雰囲気で、つい日本を忘れてしまいそうになる。中学の時から料理人を目指していた古川さん、きっかけは休日のお父さんの背中。うち親父が結構家で料理してて、まあ、母もするんですけど、休みの日はほぼほぼ父親がしてて、まあ、やっぱ父親が作ってる姿かっこいいなって普通に思ってましたし、まあ、あと食べるのが純粋に好きなので、あと作って喜んでもらえるのがまあ嬉しいですね。それでその道に行こうかな。飲食店キャリアは17年、店長経験はフォーバルミートで2回目。店長として大事にしていることは意外とシンプルだった。まあ、やっぱお客さんが第一っていうのが一番です、まあ、作りたい料理ももちろんありますけども、でも食べてもらえる料理っていうのを考えて、まあ、値段的にもうちはそんなに高いわけじゃないので、まあ、どういったものを食べたいかっていうのを、まあ、お客さんをすごく見て考えて、まあ、時期に合わせて作ってます。店長経験はフォーバルミートで2回目。過去の店長経験から学んだ古川さんはお客様のための知識を得る必要性を悟った。苦手だったワインもお客様により商品の魅力を伝えるためにという思いでソムリエの資格を取った。今ではその知識を使ってお店の料理に合うワインを自分で選んで仕入れてるという。そんな古川さんにフォーバルミートの魅力を聞いてみた。賑やかですね。あとはオスパがいいと思いますね。純粋に料理が、まあ、レストランと同じぐらいのクオリティを目指して常にやってるんで、まあ、なんていうか1000円なのに1500円ぐらいのものを、それでプラスアルファに言えると思います。ソムリエの資格を持つ古川さんはワインの面白さについてもこう語る。いろんな地域で作られてるので、まあ、地域によってやっぱ全然違いますし、作られた年数によっても違いますし、まあ、その違いがやっぱ分かったからこそ面白いなと思います、ね。まあ、これとこれの組み合わせで、あ、口の中が美味しくなるんだっていうのが分かったので、もう面白いなと思います。飲食店でキャリアを積み重ねる中でいいことだらけではなかった。20から飲食業界に入り、口コミや直接お客様からクレームが入ったこともあった。その時に一体どういう風に乗り越えてきたかを聞いてみた。もう頑張るしかないですよね。もう前を向いてやるしかないなっていうのが、まあ、僕の信条というか、本当というか、まあ、へこんでしますけど、へこんでても何も生まれないので、まあ、さらにそれを、ね、努力して、その案件に関して気づけたことを、まあ、改善して、でスタッフと共有してやっていかなきゃなっていう思いがあるので、へこむ時間がないですね。ここまでの人生で一番学んだことについての回答も古川さんらしかった。挫折しても立ち上がることですかね、うん、まあ、子供その料理仕事以外にも挫折は何回もありますけども、まあ、立ち上がるしかないですよね。突き進むしかないですよねと思います。どんな道だろうか、どんな形だろうか、ここまで前を向け続ける徹底的な姿勢を生んだのは家族の存在が大きかった。今はやっぱ娘と奥さんがいるんで、まあ、家族のためっていうのが大きいですね。もう稼がなきゃいけないですからね。やっぱ幸せになるためにはお金も必要だと思うので、まあ、そのためには働かなきゃいけないですって思います。家族のために立ち上がるお父さん店長、スタッフやお客様にも伝わる温かさを持つ古川さんの死ぬまでに成し遂げたいことを聞いてみた。プライベートの話で言うと、娘の結婚式が出たいですよね。まあ、もしここで働いてたら、娘の結婚式の二次会を全部料理出したんですよね。それは、まあ、夢というか、目標というか、
あとは本当に毎日常連さんが何組か来てこうくだらない話もしつつ仕事しつつっていうのがまあ理想です。息抜きの場になってくれたら嬉しいですよね、お客さんにとっても。カラッカラス。カラッカラス。